もうこちらです。皆さんこんにちは、アイリです。今日はですね、メイクしたくない、メイクしたくないんですよ。なんか今日はやる気が出なくて、一日中お家にいるんだったらもうすっぴんでもいいかなと思うんですけど、今日はですねどうしても食料品を買いに行かなきゃいけなくて、ちょっとだけ出るので、まあ、とはいえねマスク姿なのでそんなにメイクも必要ないんですけど、今日は最低限でメイクをしていこうかなと思います。もうノープランです。もう何使うか今決めてなくて、パッと思ったものを使って、まあ、いつもと同じものもたくさんあると思うんですけど、ゆるゆると動画を撮っていこうかなと思います。最低限とはいえやっぱりある程度やらなきゃいけないって私は思っていて、特に目元、アイライン引くか引かないかでだいぶ私の目の印象って変わるので、そこは簡単とはいえアイラインは引こうかな。本当に綺麗な方だったらもうアイラインなんていらないと思うんですよね。でも私いるから、なんか途中でやる気出ちゃってすごいメイクし始めちゃったらごめんなさい。本当にノープランでお届けしたいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。さてどうしよう。スキンケアは終わった。今日焼け止めも塗ってないので、日焼け止めが一緒になったものを使おうと思うんですけど、これ使います。そう、最近購入して、お休みの日とかにおすすめですよ、なんて言いながら、お休みの日のメイクをしてなかったなと思って、今日これを使おうかな。ちょっとだけ。ちょっとだけよ。これパッと乗せた時は、うわ、なんか白いって感じがするんですけど、馴染ませていくと自然にトーンアップしてくれるんですよね。これだけでいける気がすると思っちゃう。なるほど。木村さんみたいになっちゃった。はい。クッションファンデーションみたいな形をしてると、ちょっとしか乗せちゃダメだって思うんですけど、これだったら結構割と多めに乗せても綺麗に馴染んでくれます。色がついてるわけじゃないので、シワとかに入る感じもないし、なんかメイク動画って思うと、なんかちゃんと撮らなきゃいけない。まあ、ちゃんとしてないんですけど、いつもも。はい。こんな感じです。ねえ、なんかパッと明るくなりましたよね。そう、もちろん隠さなきゃいけないとこいっぱいあるんですけど、ファンデーションとしてはもうこれで終わりです。今日はこれだけにする。ちょっと余談ですけど、コスメデコルテのクッションファンデーションもすっごく気になっていたんですけど、合う色がなかったんですよね、肌に。で、店員さんが今乗せたようなファンデーションじゃないんですけど、ちょっとトーンアップするようなのはどうですかっていうお勧めいただいて、それをちょっと悩んでます。こういう日が増えるんだったら、1個持っておいてもいいかなと思って、下地にも使えるし、お休みの日のメイクとしてもって書いてあったので、それはちょっと気になってて、もし落ち着いた頃にね購入したらまた紹介しようかなと思ってます。それも色付きのファンデーションはちょっと紹介できなさそうです。すみません。ファンデーション難しいですね、やっぱりね、色味を合わせるのが難しいです。はい、ではいろんなところを隠していこうと思います。いろんなところと言いましても、もうこちらです。おなじみのこちら隠していきます。これはこれはいつも通りです。カバーマークのフローレスフィット FR10 番で隠そうと思います。いつも通り、まあ、とはいえ隠さなくてもマスクしちゃうから隠さなくてもいいんですけどね。もしかして外す時があるかもしれないですよね。ね、もしかしてね、これが隠れるだけで印象が変わるってよね。これね、美容皮膚科とかでレーザーで焼いた方がいいじゃないですかっていうお声もね、今でも時々いただくんですけど、皮膚科の先生によると薄いみたいなんですよ。それからいけてないんですよね、ずっと。あ、もう今日なんかすごい雑談出てくる。雑談メイクですね。鼻周りとかも全然いいかなと思うんですけど、ちょっとだけ乗せとこうかな。残った余韻でちょっと。これは本当は普段そんなしないんですけど、お休みの日とかは。でも今日行っちゃいましたね。今何で乗せたんだろうって自分でも思ってるぐらいの工程です。ここの鼻とここは。はい、これだけで良さそうだな。パウダーでもちょっとこうネタつきみたいなのがあるので、さらっとパウダーしようかな。少々お待ちください。今日なぜ使います。トランスルーセントクリスタルです。プレストパウダーになっていて、マットに仕上げるとも違うし、でもツヤを出すとも違うし、でもサラッとしてるみたいな、なんかちょっと私もこの正体を分かっていないのですが、今日の仕上げたツヤ感を無駄にせずにサラッと乗せたいと思います。ちょっと眉毛付近と、あとここですね。あとはもうサラッと乗せます。ベースメイク終わった。どうでしょうか。これ限定なのにちょっとごめんなさい、紹介しちゃったんですけど、このトーンアップロージータッチ乗せた時のこの威力がすごいですね。このシンボルシミとかカンパンさえいなくなれば、肌的にはねもういいんじゃないかって思うぐらいね。モニターで見てるとツヤ感たっぷりで良かったです。なんだかんだ乗ってきちゃって、なんかねもうメイクする気満々になっちゃってるんですけど、ちょっと次アイブロウ描こうかな。
シャドウからいっちゃおうかな、うん、アイシャドウからいっちゃおう。コスメデコルテのアイグロージェム BR398 のみで仕上げようかなと思います。ミディアムカラーですね。締め色ともちょっと違うし、でもハイライトカラーにもならないこの真ん中ぐらいの色味のトーンっていうのかな、そんな感じのを使います。すいません、私はちょっと目が赤くてですね、だいぶ良くなったんですけど、ちょっとお見苦しいかもしれないです。特にこっちですね、ここがちょっと赤くてわってなるかもしれないんですけど、大丈夫です。めちゃくちゃ元気なので大丈夫です。指に取ってのせます。こんな感じですね。もともと最初にのせたベースメイクの保湿感もあるのでいい感じに馴染みます。すごい簡単。そう、もう今日はこれだけ。単色をのせるときはブラウンっぽいカラーが役立ちますね。はい、では次アイライナー、いつものを持ってきました。オードリーコレクションスターアイライナーブラウンです。もうちょっとナチュラルの方がいいかもしれないけど、いっちゃおう。ほんとね、ペンシルとかでも私はいいと思うんですよ。ペンシルも描きやすいなって思うんですけど、リキッドアイライナーが慣れちゃってこっちの方がパッと描けるんですよね。あんまり太めに描くとちょっとナチュラルさが欠けちゃうので、なんとなくナチュラルな感じに作ってるので細めに入れます。これも跳ね上げずに平行で、あ、ちょっと間違えちゃった、ここちょっと長いな、ちょっと短くしよう。あんまり長くするとね、目元も不自然になっちゃうから、こんな感じね。全然違いますよね、アイライナーで。なんなら私もメイク何か一つするならって言われたらアイライナーかもしれない。ちょっともうやっぱり眉毛描きたい。私は眉毛もいつものダイソーのユアグラムスリムスケッチアイブロウ BR4 番です。もうパウダーとかでちゃちゃっとやれたらいいんですけどね。眉毛の時無言になっちゃう。私は左右の眉毛の高さが違うので合わせるのがいつも大変です。これでいこうかな。うん、これでいこう。今日はこれでいこう。で、眉頭側を詰めます。この高さが大変です、私。ここですね。でも癖で眉毛がこちら側だけ上がるっていう、雰囲気が違う気がするんですけど、まあいいや、いっちゃおう。で、ちょっとノーズシャドウ入れようかな。これせっかくここにあるので、ここだけこんな感じで、ちょっとだけ黒くなっちゃったこれ。はい、次にテイトの 3D アイブロウカラー BR1 番柔らかくします。ちょっと濃いわ、今日ちょっと濃くなりすぎちゃったな。もうちょっとこれはね、細めに作った方がいいです。なんか調子に乗っちゃったみたい私。まあそういう時は綿棒でとします。目元が全然しっかり作ってない時はアイブロウも柔らかい方がいいですね。アイブロウマスカラももしと明るいカラーがいいかもしれない、今思った。パワーインメイクアイブロウボッテアイブロウマスカラ、しっかり感出てる、うん、しっかり感はあるからこのままいきます。もう適当出ちゃってる、私の悪いところが。本来もう何もしたくない時はビューラーもしたくないしマスカラもしたくないんですけど、今日ちょっと眉毛が濃くなっちゃったからビューラーやろうかなと思います。本当にさらっとやりたいと思います。このぐらい、全然上がってなくないっていうぐらいの本当ナチュラルな上がり方です。それにいつものキャンメイクのクイックラッシュカラーをさらっとのせます。色付きのマスカラ下地とかだったらもっと楽ですね。はい、ではちょっと乾かします。ほとんど下はできてなくてもいいんですけど、今日はちょっとさらっとしとこうかな、色がないから。今日はキャンメイクのメルティルミナスルージュ T03 使います。これすっごいお気に入りなんです私。これはさらっとのせます。さらっと乗せておいて、次はもうチークもそのまま乗せちゃいます。ベアミネラルのジェンヌードパウダーブラッシュピンクミーアップ、これもちょっとふんわりに入れます。もうこれ入れるだけで本当に一気に顔色が変わるので、こんな感じですね。ティントは私マスクする時とかよくするんですけど、一旦ティッシュオフしてマスクをするようにしています。もうそれだけで唇の色はついてるけどマスクに色がつかないので、マスクの時はティッシュで拭き取ってますね。で、あとはもう最後マスカラちゃちゃっとのせるだけです。今は基本マスクをして外出するんですけど、下まつげはのせないです。上だけマスカラ塗りましたっていう感じじゃなくて、元のまつげがこんな感じなんですみたいな感じにマスカラを仕上げます。こんな感じで、こちらの方はなんかちょっと上がってる気がするけど、はい。で、最後にもう一度パウダーをさらっとベールをかけようと思います。もうこれ本当に色がつかないので、結構たっぷりのせてもそこまで出ないのがまたいいですね。この頬のあたりとか、ね、鼻周りをさらっと混ぜます。完成、完成した。どうかなこれ。あー、ちょっとドライヤーしそうだ、ちょっと行ってきます。
はい、今前髪だけやってきたんですけど、お休みの日とかはもうこことかもブローとか何も巻いたりとかもせずに、家にいる時はこうやって上げてこんな感じで団子を作っちゃったりとか、でも買い物に行く時はゴムで結んで、それでも乱れてるわ、もうささっと結んで買いに行っちゃったりします。休みの日は適当な感じなんですけれど、前髪だけはね、おでこがコンプレックスだから前髪だけはセッティングするんですけど、髪の毛の下半身部分は結んで終わりすっごい簡単でごめんなさい、もうズボラすぎちゃって、これだったらまあ外出できるかなぐらいの顔になります、私。はい、ということで今日はお休みの日のメイクをしてみました。そう、最低限のメイクですね。そう、でもノープランで本当に今日はパッと思ったものを使ってダラダラとゆるゆると動画を撮ってみました。少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。ちゃんとツヤ肌を残して、はい、作り上げてます。